息子の前に手をついて土下座し、謝罪し。悪かったな。これでいいだろう。行こうぜ先輩。足りねえんだよ。先輩はここにいなかったことにしてください。あの野郎みたいです。なんだよ、サラリーマンじゃないか。なんだ、ヤクザのお出ましか。黙ってついてる。沢村か。お前やっぱりヤクザになったのか。誰だよてめえ。車か。知り合いか。はい。おい、店連れてこい。ダチじゃねえんだろ。ダチじゃないっすよ。ダチじゃなかったっすけど、なんかこんなところで死ぬような男じゃないような。酒でも飲ませてやれ。ボンはまだ極道になりたかったんですよ。会長の意思でボンは敵って話だろう。話半分で聞いてろ。はい。で、その後はどうだ。太陽テレビに弁護士を通じて和解案の一部条件を飲むと連絡があったそうです。それより太陽テレビには大きな貸しが作れた。そうですよね会長。わしがなくして今の日本はない。いくらヤクザがおとなしくなったといっても暴力を抑え込むのは暴力だけだ。もったいねえな。政治家目指してたんだろ。そんなチンケないざこざで将来潰してどうすんだよ。しかも酔っ払って暴れてばっかじゃねえの。まさかお前に説教されるとはな。もっと感謝しろよお前。俺いなかったら確実に殺されてたからな。おはようございます。おはようございます。あの昨日は失礼しました。あ、いらっしゃいませ。ナイス。はい。新堂組に破門されて何年になるんだい。3年とちょっとか。え、今まで何人殺してきたんだよ。そんなもん
数えてへんわ。破門されてからの方が忙しかったね、あんちゃん。そやな。おい、竹内と梅田だ。こいつらもフリーランスだが八王子所属みたいなもんだよ。え、仕事ってどんな感じなんですか。仕事はこの二人を誘拐することだ。誰なのこの二人。東洋会の会長夫人と孫だ。そらリスキーやな。東洋会言うたら烈士会ってのがあるやろ。ヤクザが警察に頼むのは考えにくい。烈士会が動くのは間違いないな。やるよな。わかった。飯山行こうや。